よろしくお願いします。遅くなりましたが、役員会後の会見並びに3党幹事長会談の様子につきまして、ブリーフをさせていただきます。今日の幹事長会談は昨日の骨子指定案を受けての幹事長会談でございますが、結論から申しますと、昨日の越井氏幹事長の提案というものを了とすると、そういうことを報告いたしました。私からは3点について発言をいたしました。東日本、震災、特別会計、これはもうすでに政調会長間で大枠合意をしておりますが、その制度設計について3党政調会長間で協議し、結論を得ると。復興債の償還期間は25年とする。復興債の償還財源に充てるための税制措置のあり方は3党税調会長間で協議し結論を得ると。これに伴いまして、実務者のお話を早くしないと今国会は大変日程が窮屈ですので、法律案修正等々もありますので、早く合意を得るべくご努力をお願いします。こういう話をさせていただきまして、今お配りをさせていただきました、自民党と公明党で、今回のこの合意に基づきまして、実務者のレベルの方々に申し送っていただきたいという紙を越井氏幹事長に手渡し、越井氏幹事長は実務者の皆さんにこれを申し送ると確約をいただいたところでございます。それでは次は役員会の模様につきまして、ご説明をさせていただきます。冒頭、谷垣総裁より予算委員会が始まったが野田政権の問題点を追及していただいていると、政調会長も今日すでに前さばきをしていただいたと。補正予算の問題並びに歳入等々についても幹事長間で調整をしていただいているのでよろしくお願いしますと、こんなお話が総裁からございました。私からは昨日の民事項の幹事長会談の模様を説明させていただきました。岸田国対委員長より予算委員会の日程についてのご報告、関連法案の質疑審議については3党協議や税調会長会談の様子を見て対応するというお話がありました。脇参院国対委員長より後任議長については政府与党の出方を待ちたい。松原副大臣の問題は総理の違法発言に起こった問題なり、発言を撤回されないと前へ進めない。中曽根会長より松原問題は民主党が法律に基づいていないを対応してきた経緯もあり、厳しく追及すべき問題だ。茂木政調会長より、いかにいい加減なことをやってきたかを予算委員会で追及したと。復興財源も今後増えていくとの答弁があった。補正協議について特会の設置は合意した。その後は幹事長レベルの協議になっていると。予算関連については成長の考え方をまとめていく。 TPP の現時点の考え方をまとめた。ご報告がございました。選対局長より各選挙の状況、塩崎局長より世論調査について、等々でございます。私からは以上でございます。はい、ご質問ありましたらお願いします。共同です。償還期間なんですが、この25年という、期間をですね、数字、単純に数字で捉えるなら双方が歩み寄った形になるのですが、これを了とした理由をご説明いただけないでしょうか。理由ですか。はい、総裁に償還期限についてはご一任をいただいておりましたので、総合的に判断して了とさせていただいたということだと思います。すみません。それからもう一点、今後のスケジュールですね、歳入法とそれから歳出の23年度予算、これをその10日に両方衆院通過したいという意向が向こうから今日の会談で説明があったのか、提案があったのかという部分と、こちらはどう答えていくのか。結論から申しますと、国会日程についてのご相談はございません。私どもの方から3党が協力して今国会中に予算案と関連する法律案は仕上げていく、そのためにも
申し送り事項をしっかりと実務者の方に起こしていただいて、実務協議が取りまとまらないと、すなわち法律が大きな修正を伴うわけですよね。この修正するのは政府なのか、それとも国会内で修正協議を行うのか、その辺のお話がございませんでしたので、私どもが逆に心配をして早く、実務者協議を始められて、結論を得ないと、国会日程がタイトですから厳しいことになるのではないですか、というような話はさせていただきました。関係の方ですけども、その実務者協議の中で焦点になっているその自民党が撤回を求めているタバコ増税の話なんですけれども、仮にタバコ税が復興財源から除かれた場合、その所得税の増税額が増える可能性がありますけれども、自民党としてはあくまでタバコ増税は撤回せよという姿勢には変わりないんでしょうか。これは昨年タバコを上げました。で、税収は残念ながら増えません。タバコっていうのは財政物資であると同時に嗜好品でありますので、計算通りにはなかなかいかない。こういうことをこれからですね、税調会長官でお話になって、税調会長官で、協議し結論を得るということで合意をしておりますので、税調会長3党の税調会長官で協議して、この問題の取り扱いについての結論が出るものだと承知しております。はい、NHK の内沢です。先ほどの3党の幹事長の会談の中でなんですが、はい、関連法案も含めてですね、今月内に成立をすることで合意したという理解でよろしい、そういうことを一部言っているところがあるんですけど、ですからさっき申しました通り、もし今月内で全ての法律を通すとするならば、実務者間で速やかに合意をしないと修正を伴いますんでね、なかなか厳しいという話はこちらもさせていただきました。それに対してどう対応されるかというのは政府与党だと思います。私どもは協力をさせていただきますと申しているわけですから、ただそれに応えてくれなければですね、何にも前には進みません。先ほど野田税調会長も入られてですね、打ち合わせされたと思うんですが、どのような話があったのか。税調会長にお任せすると、もう先方からお話があったら速やかに税調会長会談を開いていただきたい。これもただ向こうからご要望がなければ、こちらからやりましょうという話じゃないと思います。はい、いけないです。いただいた申し送り事項の2番なんですけれども、これ若干ちょっと分かりにくいんですが、これは今日は意味するところは、23年度中にその特別会計を新設して、そこにそのですから、もう常に合意をしているのは来年の通常国会の時に合わせて、やるということは合意しております。ただ私どもが心配をしているのは、この前段に書いてあります通り、23年度のこの補正予算でもうすでに復興債を発行するわけですよ。11兆ですか。その復興債がどういうものに充てられたのかってことは、やはり被災をされた方々は知りたいと思いますし、今日の議論の中でも明らかになったように、どうももう19兆の枠の中には入らないだろうということがこう明らかになってきたわけですよね。じゃあこの復興債を出すところから、一体これから何年間でどれだけのことを、今の段階でどれだけのことをやってる、あと1年後にどれだけになる、そして最終的にはどういう形になるってことをですね、その被災された方々が分かっていないと、首長さんたちもいろいろな計画を立てる上でですね、支障をきたす、私どもがまあ心配をしてですね、そういう話をしていて、ですから来年ですね、来年の通常国会の時、まあ仮に現内閣であったとするならば、その時に、今度の復興債の発行とどれだけのものを復興に充てたのかということが分かるようにしておくということが私たちは重要じゃないかと、そういう意味で、こういう申し送りということを送らせていただいたわけであります。
記述しますけれども、この召喚期間25年に関してなんですが、当初自民党さんが建設国債に準じる期間をということをずっとおっしゃってきたので比べると、だいぶ妥協というか譲歩されたなという印象があるんですけれども、この当初の自民党としても理念の範囲内ではあるという認識を持ったんでしょうか。これは何度も申しております通り、国民の皆さん方にご負担をいただく、そして社会的インフラは現世代ではなくて、極端なこと言えば100年後でもそのインフラは使用される、それをどういう形で分担をするのか、負担の分担をするのかというのが、この償還期限の何て言うんでしょうか、年数の方向問題だと思います。そんな中で総合、先ほどもお話をさせていただきました通り、総合的に総裁がご判断をされて、すでに総務会で総裁にご一任をいただいてて、総裁が総合的にご判断をして、この25年という提案を了解されたということです。あります。すみません、お願いします。予算案本体とですね、関連法案についてなんですが、10日のについては予算案だけ衆議院を通過させて、関連法案については衆議院の通過には応じないということでよろしいでしょうか。だからそういうお話は一切出なかった。10日に予算案の本体をお願いしますというお話もございませんで、越井さんの言葉を借りるならば、今日合意ができたんで国対の方で日程も詰めていきたいと、それだけです。非常に常識的なお話なんじゃないですか。今の質問はだって物理的に不可能なことが可能ですかって聞いてるんだから、越井氏幹事長の言葉の通りだと私は思います。朝日新聞の記事だと言いますけれども、確認なんですけれども、申し送り事項の3番目なんですが、今後の後継費の増額に対応する財源の確保のために新たな調整は行わない、これも民主党とは確認はされているんですか。はい、民主党と確認はされているんですか。もう再三再四、我々2党のですね、自民党公明党の今回の行為にあたっての実務者への申し送り事項として以上の3点があるということは、民主党の方に越井先生にも申しておりますし、越井先生もこの点は今日もうすでに総理にもお話をしたと、そういう話をいただきました。実験でどうぞどうぞ。TPP の関係なんですけれども、超党派で交渉参加の表明に反対する国会決議を目指す動きがあるんですが、で谷垣総裁も以前前向きなことをおっしゃってたと思うんですが、自民党としての対応について、個々の政策ごとに国会決議というものはきっと行わないんだと思います。国家の命運を左右するような大きなイシューが存在するならば、立法府として意思を表明するってことはあるんだと思います。今回の話は APEC の前に TPP への参加を表明することは、まあまあ簡単に言えばですね、そういうお話だと思います。これは衆議院で言いますと、民主党はですね、議運のレベルで議運委員長を要しておりますので、拒否をしてくることになるんじゃないでしょうか。はい、その他なければよろしいでしょうか。それでは会見を終わります。